おはようございます。 60% の30、約1度ですね。2日目の朝です。ちょっと暑さを感じますかね。あ、でも扇風機がついてるんで、扇風機、サーキュレーターか、サーキュレーターがついてるんで首振ってますけども、風が当たるところは全然そうでもないですね。やっぱ車内のこの、なんていうんですか、あ、少し上がったな。この車内の、なんていうんですか、溜まった空気を外に出せるようにすれば、快適に寝れるかもしれないですね。外はそんなに今、窓開けたら涼しいですもんね。涼しいというか、まあ、そんな車内ほど暑くないっていう感じですか。そんな感じです。あと、ちょっと除湿はどれぐらいできてるか見てみます。除湿はこんな感じ。まあ、大して、いつもと同じぐらいですかね。除湿機の、これ意味あるのかな？じゃあ、ちょっと移動します。いや、外は涼しい。釣りの人がたくさんいます。なんか釣れたね。なんだろう。あ、釣れてる釣れてる。昨日と全く同じことやってですね。お、いっぱいいるなぁ。子供、あ、釣れ、なんか子供も釣れてる。しゃあ、こんにちは。あれ、どっちだ、こっちなのかな。もうすでにやってますね、店は。店は駐車券をお取りください。はい、再び。なんなのこの車の量は。7時2分で結構車いますね。よし、じゃあちょっと止めよう。また昨日と同じあたりでいいですかね。正面はこんな感じです。今見たらなんか窓から冷風機の排気口を出してる人がいたんですよね。夏の車中泊で YouTube の人がねやってる方法みたいなんですけども、ってことはこれ、ここで車中泊できるってことですかね。聞ければ聞いてみたいもんですね。一晩つけてたのは冷蔵庫2台と、あれですね、なんだっけ、除湿機。除湿機は引き続き稼働してもらってます。27ワットじゃ多分使ってるバッテリー、電気の方が多いですね。これで100ワットぐらいね発電してくれればね、プラスになるんでしょうけども、そろそろちょっとリチウムイオン考えた方がいいですかね。サンマは食べたかったんですけどね、サンマがないってことでキンキにしました。キンメはね、下田で食べればいいですからね、キンキにしてみました。意外と硬い。身が硬い。こういうんだ。ではいただきます。芋かな。美味しい。美味しい。いや、美味しかった。油乗せてごちそうさまでした。
出てきました、魚市さん。お、生しらす。あ、ここもそうなんだ。お、頭。マジベビーカステラ。700円。カキだ。おい。ああ。干物。いや、すごいな。はい、2日目の第2戦、行ってきます。あれ、出口どこだ、これか。今回は、牡蠣と、なんかね、すっごいでかい牡蠣があったんですよ。これ、この正面のやつ、1個1000円するんですけどね、めちゃくちゃでかい、普通の3、4倍ありましたもんね。と、カニ味噌を食べようと思います。ちょっと行ってみよう。はい、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 次の方。でかい。ママが並んでる。これ。大きさはこんな感じ。でかいね。レモンもついて8分の1。さあ食べてみよう。よし、食べてみます。お、でかい、でかいな。お、うん、おいしい。カニあるかな。カニ味噌いくら。一個食べようか。カニ味噌。とりあえず車を取ろう。はい、カニ味噌付いた。美味しそうだ。まあ、多分ただの甲羅の上に中に業務用のカニ味噌を入れて身を乗っけてるだけなんでしょうけどね。まあ、こういうところで食べれば何でも美味しく感じますよ。よし、じゃあ車の中で食べよう。よし、じゃあいただきましょう。まずは身から、ちょっとカニのけ味噌をのけてね。これまあこんなこと言ってもなんですけど、アマゾンでカニ味噌って売ってるんですよね。うん、おいしい、おいしい。ん、ボケてる。
で、カニの甲羅があれば、この何かに、アマゾンで買ったカニ味噌入れて、温めればこれになると思います。うん、おいしい。そうそう、さっきですね、みりん干し買ったんですよ。あ、これも飲んじゃおう。ちょっと出しとこう。で、これ、みりん干し。あ、氷溶けてないね、まだね。パチッとは溶けないのかな。はい、こんなみりん干し買ってみました。皮、待て、身からか、お店の人にうまく焼くにはどうしたらいいですかって話を聞いたらですね、身の方から焼いてもらって、この辺がちょっと焦げてきたら裏返すと。で、もうのんびりのんびり焼いてくれと、弱火弱火で焼いてほしいってことですね。で、皮の方ちょっと焼いて、火が通ったら食べてくださいと。美味しいよーって言ってましたね。まだこれも残ってる。あ、これも買って帰ろうね。なんだっけ、メカジキに、これ美味しかったんでちょっと買って帰ります。スイカ、スイカもちょっともう食べちゃわないといかんな。挟まる挟まる。よし、メカジキを入れて、ビールもまだ残ってんですよね。うん、はい、しまって、7度、もうちょっと下げとくか。なんと6度、6度ね、5度にしてみましょう。じゃあスイカを食べて。はい、スイカちょっと早く食べちゃわないとね。うん、これも甘くて美味しい。よいしょ、では帰りましょう。世話になりました。2日間、料金は300円でした。ありがとうございました。よいしょ、はい、お世話、あったあったあった、よいしょ、お世話になりました。まだ車すごい、車がすごい、まだまだ続々と、お店4時半ぐらいまでで、すごいすごい、全部駐車場入りの町の車ですね。お店4時半で終わっちゃいますよね、食堂なんかは。うわ、海水浴客がすごい。皆さん無事に帰れればいいですね。無事に帰れって、毎年ねこの時期何かしらね水難事故ありますからね。そうだ、到着。はい、到着しました。昨日と同じ店ですね。あ、明日ん8月6日、ちょっと入れてもらおう。あ、売ってるかな、どれがいいかな。看板も、あ、21日までのもある。これは21、これいいかな。ちょっとどっちに下げるかね。はい、2つ買いました。キャラバン戻ってまっすぐですからね。いや、いいな海。さあ帰ろうね。いいとこだ。海もいいけど山もいいね。逆だ。山もいいけど海もいいね。はい、メカジキ2を買いました。21日まで持つってことなんで、まあ今日、明日か明後日食べればいいかなと。
で、こっちは18日までちょっと値引きになってました。これ買ってね。さあ、このまま家に帰ります。こぐ前に、まあ、あの6号線をね、ずっと登ってきますんで。よいしょ、はい、海産物の大木屋さん。結構、なんかメカジキが、あれなのかな、得意なんですかね。メカジキ料理がいっぱいあります。よし、じゃあ、このまま帰りましょう。では、帰ります。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。このままね、6号線のんびり登っていきます。途中の道の駅なりなんとかの駅っていうのがあったらそこで休憩してもいいですしね。2カ所ぐらいあったかな、来るときにも見かけたところは1回休んだのもありますしね。よし、よいしょ、はい、6号線出ました。約こっから100キロですね、自宅までは。ヒグマナビだと渋滞はなさそうですね。先月ね、あれなんですよ、どこだっけ、どっか行って、先月どこ行ったんだっけ、どっか行ったんで、ETC の請求が今月8000ぐらい来てるんですよね。今月はとりあえずゼロにしようかなというふうに思ってます。で、車あれですね、寝てる時に、温度がね、車内の温度上がるんで、やっぱり冷蔵庫ですね。今よくよく考えたら冷蔵庫2台動いてるんで、まあ、それの排熱で多分、高くなるんだと思うんですよね。やっぱり熱、こもった熱をね、なんとか車外に排出できるようなことを対処すれば、排出できるように対処すれば、そんなに暑くないんですよ。湿度も今日は、まあ、あれが除湿機がね、効いてるかどうかは分かんないですけども、50何パーセント。で、2回目寝たときはね、やっぱり、70ぐらいまで上がってますけども。やっぱり排熱なんですよね。それと除湿ということですね。で、外に出ればね、意外と涼しいんですよ。やっぱりなんて言うんだろうな、冷凍冷蔵庫の排熱で車内が暑くなっているというふうに思うんですよね。ちょっと排熱対策をちょっと考えないといけないですね。そうすればまた違うと思います。除湿機はあれは効いてるかどうか分かんないですね。まあ水は取れてるんで全く意味がないわけじゃないと思うんですけども、うん、まあ一応そんな感じです。現在は6号線登ってます。自宅まで約90ちょっとですかね。ちょっと寄り道をしてみます。さあ、5時半周終わりなんで、どこだ、お、これだ、はい、降りてみました。あそこ、いや、雰囲気あるな、いいな。なんかかき氷やってもらうみたいなんで、かき氷ちょっと食べてみましょう。かき氷は5時で終わりでした。すごい面白い。昔のあのガラスケースに入ってお菓子売ってるんですよ。お菓子買いました。こんな感じ。渡れるかな。はい、戻ってきました。お土産、本せんべい。これはもち麦味、これごま味ですね。で、さっぱり味のエビとプラスミルクボール。なんか小さい頃あんな感じで売ってましたね。よし、じゃあ帰ろう。では出発します。残念、かき氷100円でしたね。いい
雰囲気の店でしたね。ガラスケースで、まあ今も言いましたけど、ガラスケースでお菓子売ってて、なんか普段はもう山盛りに入ってるって言ってましたね。ああいう駄菓子なんか撮影できなかったんですけども、駄菓子はどこで買ってくんだろう。あ、まだそういう卸問屋さんあるんでしょうね。さあ引き続き帰りましょう。寄り道、いや今の店楽しかった。かき氷食べたかったです。残念ですね。まあ5時までじゃあしょうがない。営業は5時半までらしいですね。まだあと約80キロ、遠いな。8時になっちゃいましたね、ナビだと。よいしょ。困るかな。